ティホン・フレンニコフ、1913年6月10日から2007年8月14日は、ソビエト連邦及びロシア連邦の作曲家。芸術家としての力量よりも政治的な才覚や牽制欲によって有名になったが、公共曲とピアノ競奏曲や、バイオリン競奏曲とチェロ競奏曲のほか、歌劇、オペレッタ、バレエ音楽、室内楽、 機械音楽や映画音楽を残している。イエレツの一ロシア帝国オルロフ州イエレツに生まれる。少年時代にピアノを学ぶ。10代で、モスクワに移り、グネーシン音楽大学で、ミハイル・グネーシンと、イエフライム・ゲルマンに1929年から1932年まで、指示。その後は1932年から1936年まで、ビッサリオン・シェバリーンに作曲を、 ゲンリフネイガウスにピアノを指示。最初のピアノ競争曲は在学中の作品であり、最初の公共曲は卒業制作であった。1948年にアンドレージ・ダーノフによってソ連作曲家同盟の初期長に任命され、1948年度ソ連作曲家同盟総会の席上で、プロコフィエフとショスタコービチに名指しで形式主義者の楽輪を押し、 その後も在任中に、両対価を激しく検討したことにより、今日、フレンニコフに対する評価は、すこぶる悪い。また、イカ様の選挙によって、ソ連崩壊までその初期長職に居座った。その一方で、その地位を優位に用いて、国内の作曲家を擁護し、援助をしたとの証言もあり、プロコフィエフとショスタコービチが1950年に、スターリン賞を授与されたのも、 フレンニコフの弁護あればこそであったというものもいる。しかし、フレンニコフの手をもってしても、ロシアアバンギャルドを救うことは絶望的で、彼らの名は音楽時点から抹消された。ショスタコービチの証言には、フレンニコフに関する批判的な記述がされている。1960年代に演奏会場に復帰し、自作のピアノ競奏曲を演奏した。 バイオリニストのレオニード・コーガンやチェリストのムスティスラフ、ロストロポービチ、ピアニストのエフゲニー・キーシンの協力を得て、自作の競争曲を録音している。1980年代に入って、再び精力的に作曲活動に復帰し、公共曲第3番では、かつて球団した音列技法を用いている。1987年に、東京でバレリー・ゲルギエフ式のもと、 ウラジミール・クライネフ・エフゲニー・キー・シンバディム・ムレーピンをソリストにして、ピアノ競争曲第3番、ピアノ競争曲第2番、バイオリン競争曲第1番を演奏し大成功を収めた。その後、フレンニコフの還元楽作品の演奏は日本ではほとんどなくなってしまっている。1994年に上司された回顧録はソ連時代の秘密文書が公開されているとの、 触れ込みであった。2007年8月14日、心筋拘束のためモスクワで死去。94歳没。小惑星クレニーコブは、フレニコフの名前にちなんで命名された。チホンフレニコフ、チーホンフレニコフとも表記される、競争局の遊べ。 ブログ l、I v e d、o l i v e d o o r j p スラッシュ ot521.blog.livedoor.jp、e、スラッシュ ot521.2021 年8月12日閲覧。競争局のゆうべ、twitter.com、twitter.com、2021年8月12日閲覧。競争局のゆうべ、www.santry.co.jp。 www.santry.co.jp o 2021年8月12日閲覧クレニーコブイコール1962イコール1971ドラゴンクエストイコール 1973sd6 イコール 1986ep イコール 1990em8mpc2021 年10月9日閲覧ありがとうございます